で暮らしてきたら、どんどん思いますね。で、そのお話をしているわけなんですけども、オランウータンですね、見てもらうと手がとっても長いですけども、今立ってますけど、足がとっても短いですね。で、これもですね、先ほどの理由から説明があります。なぜかと言いますと、僕ら人間は地面を歩きますね。なので、太ももの方が腕よりも太い。これ歩くから、まあ、しょうがないですね。ですけれども、オランウータンたちは先ほど言ったように地面を歩くことはありません。なので、歩く必要もほとんどなくなったので、足はどんどん短くなっていったし、細い。もないですけど、腕よりは細いですよね。でも代わりにですね、先ほど言ったように木の上を腕で移動しますので、じゃあとっても長くて太く進化したと思いますね。今この足を見てもらうと4本の指がこう巻きついてるけども、今足でくっついてる。で、こういうの見るとね、まあ何の気なしに見るとね、行儀悪いなぁと思います。動物の世界はどうでもいいことなんですね。行儀悪いを超えてみると、え、なんでこんなの掴めるのっていうふうに思いますね。先ほど言ったように足の指の形が秘密になります。はい、よこっちから見ると、このリアもですね、右足でも掴んでますけども、4本指で